しんちゃお、富士スイミングクラブの水沢です。前回の動画では泳いでいる時に呼吸が上手にできるようになるための息を吐くタイミングについて話をしてきました。しかし水の中では息を吐き続けないといけないのか、息を止めたらいけないのか、まだ悩みもあると思います。今回の動画ではこの悩みが解決できるように話していきたいと思います。ではどうぞ。クロールで考えてみましょう。泳いでる時に毎回呼吸をしている方は顔が水の中に入ったとしてもすぐに次の呼吸動作で顔を水の上に上げてくるので、あまり息を止めるという感覚はないと思います。手を3回に1回や4回に1回など何回か書いてから呼吸をするという方は、今回のような息を吐き続けるのか止めるのかという悩みが出てくると思います。先に答えを言ってしまうと、息を吐き続けるのか息を止めるのか、どちらでもいいです。泳ぎやすい方を選んでください。ただそれぞれ気をつけるポイントがあります。一番重要なのは呼吸をする動きに合わせて息を吐き始めて、顔が上がる瞬間に強く息を吐いて顔の周りの水を飛ばして息を吸いやすくするということです。息を止めている時に気をつけないといけないのは力が入りやすいことです。力が入りやすいというのは早く泳げそうなイメージですが、違う視点から見ると無駄な力が入りやすいです。力が体に入りすぎた状態だと息が吐きづらいので、呼吸をするタイミングで息がうまく吐けないかもしれません。そうすると前回の動画で話したように息がうまく吸えない原因になったり、息が吐ききれなくて呼吸動作が長くなってしまって、その間に体が沈んで上手に泳げないという原因になるかもしれません。また息が吐ききれなかった場合は息を吸う量も減ってしまう可能性があるので、そうなると長い距離泳ごうとした時にとても苦しくなってしまって泳ぎ続けることができなくなるかもしれません。そのため顔が水の中に入っている時に息を止める場合は、体に無駄な力が入らないようにすることと、呼吸をするタイミングで息を吐くのが遅れないように気をつけていきましょう。水の中で息を吐く場合は息を吐く量に気をつけていきます。肺の中に空気がたくさん入っている時は浮力で体は浮きやすいですが、肺の中の空気がなくなってしまうと体は浮力がなくなって沈みやすくなります。また息を吐きすぎてしまうと呼吸をするために顔を上げて最後に強く息を吐くときに強く吐く空気が残っていないという可能性も出てきます。
そうなると顔の周りに残っている水を吸い込んで息が吸えない、間違って水を飲んでしまうという原因になるかもしれません。最初にも言いましたが、一番大切なのは呼吸をする動作に合わせて息を吐き始めて、最後に強く息を吐くということです。これがしっかりできていれば、水の中では息を止めていても息を吐き続けてもどちらでもいいです。自分自身で泳ぎやすい方を選んでいきましょう。今回の動画の内容が良かった、参考になったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。